んだてめえら。カイト、なんでここに。どうやってこの場所が分かった。カイトさん、杉浦、うちのターボーが随分世話になったみてえじゃねえか。阿久津、これから見せ場が始まるとこだ。そこでおとなしく見てろよ。いやいや、そうはいかないよ。おい、出口下げ。全員ここで始末する。分かってるな。もう今さら抜けらんねえぞお前ら。そうだな、俺もここにいる全員、誰も逃がす気はないよ。やれるんだな、タボ。なんだったら休んでてもいいぞ。それはどうだろ、カイトさん。ヤガミさん、自分の手でやらなきゃ収まんないって顔してる。まだやられてえのか、ヤガミ。楽しませてくれるじゃねえの。やっぱゴルジニアおいしい。ずっと首輪でもつけて手元に置いとくとするか。多分今の俺がお前をどんだけ殴っても罪に問われないんじゃないかな。情状酌量で。ああ、お返しさせてもらうぜ、阿久津。あいつが何をした。どうして沢先生と桑名がつながってる。質問が多すぎるな、このイカレ野郎。カムロ町で河合信也を探してたのは何でだ。お前らは何をしてるんだ。タボ、阿久津。タフだね、あの人。しかも逃げ足早。やろう、あれは途中からここ逃げる隙伺ってやがったな。しっかり余力残してやがった。マジかよ、ずいぶん冷静じゃん。ああ、こっちの思ってる以上に場数は踏んでるらしい。よう、サバ先生の部屋は何号室よ。今俺が一緒に行くから慌てんなって。静かだな。ここで乱闘があったんだろ。ああ、もう何事もなかったみたいだね。沢先生、俺です、八神です。どうした。鍵がかかってない。え、沢先生。おい、タモ。そんな嘘だろ。
タボ、RK の奴らだって相馬もいんのか。それはまだ分かんない。ちょっと待った、つくもか。お揃いのようですね、八神氏。相手は人質を取り囲んでいます。正面突破は通用しません。なので僕の方で作戦を立てておきました。提案してもよろしいですか？最高だなお前。分かった、指示出してくれ。よう、来やがったな八神。仲間の助けを呼ぶとはビビってんのか。この状況でよく言えんな。そっちはどんだけ仲間集めてんだ。こんなことになるなんて思わなかったんだよ。ああ後でたっぷり叱ってやるから覚悟しろ。すぐに助けてやる。もちろん高田さんもな。どうやって助けんだ。俺を誘い出すためにその子たちをさらったのか。誘い出してなぶり殺しにするためだ。だよな。なら俺らが正面からただ突っ込んでくると思う？なわけねえだろ。ああ、バレバレなんだよ。あいつ銃持ってんじゃねえか。八神、両手上げてこっち来い。脇の二人もだ。まあ待ちなよ。実はもう一つ奥の手があるんだ。おい、あれ。こちら偉人町は横浜99か。悪党どもに情けは無用。成敗いた。なんだ。ねえ、君らそんなんでこのメンバーに喧嘩売ってきたわけ？顔を洗って出直してきな。もう大丈夫だ二人とも。こいつらにはきつめのお灸を据えてやる。もし痛いのが嫌なら目閉じてな。うん。ってことは思いっきりやっちまっていいんですね。ああ、行くぞ。ありがとう。ありがとうございます。悪かったよ。いや、俺が巻き込んだようなもんだ。
悪いのはお前じゃない。 RK の奴らだ。その次が俺かな。少なくともお前が謝る相手は俺じゃない。ごめん、コーダ。じゃあ、私もう帰るから。相馬。何？誰？茜戻れ。え？一人でのこのこ出てきやがった。どういうつもりだ？お前らと話がしたくてさ。実は桑名から脅迫されて困ってんだよ、俺ら。はあ？あいつは楠本玲子が殺した河合の死体を隠してた。冷凍保存してんだってさ。5年もだぞ。知ってたか、八神。ああ、そのありかをネットに暴露すると言ってきてる。んなことになったら楠本さんは身の破滅。河合の死体には指紋やらなんやら彼女の痕跡が残ってるらしいんでな。ああ、でもそれが彼女のためだ。もうお前らの言いなりにならずに済む。楠本玲子は有能かつ時流に乗った権力者だ。替えが利かない。昔クズを一人殺しただけのことでなくすには惜しいんだよ。彼女も今やしがらみを受け入れたこっち側の人間だ。そいつらを守るのがお前の役目ってことか。守ってるのは人じゃなくて秩序ね。俺はそのための必要悪だ。必要悪？ああ、例えば俺が潜入でなきゃ今頃東城会のヤクザたちはチリチリになってた。そうなってたら当局はそいつらの実態を未だに把握できてなかったろうな。だから俺は RK ってネットワークを作ってカムロ町の裏社会を制御してる。むやみに叩き潰そうとするよりそっちの方がよほど安全だ。秩序の陰では必ず誰かが手を汚してるもんなんだよ。ああ、桑名も似たようなこと言ってた。ふん。奴と違いがあるとしたら俺はこの仕事を楽しんでやっている。使命感を持ってさ。俺が手を汚すたびに秩序は保たれるんだ。この国の平穏な日常に貢献していると実感できる。例えば絶対に表に出せない自分にしかできない仕事をしてる時なんかは特にな。沢先生を殺した時もか。沢陽子ね。彼女はあの時三越葉殺しと桑名の関連を疑うただ一人の人間だった。いずれ楠本玲子にもたどり着いたかもしれない。秘密を知る人間は少なければ少ないほどいい。俺はそれを瞬時に判断できた。だからもちろん正義を実感しながら彼女を殺したよ。てめえ！おっと、そういきり立つな。話がまだ済んでねえよ。なんだと？俺らは桑名に脅迫されてるって言ったろ。あいつは河合の死体をネタにお前らを殺すなと言ってきてんだ。何？だから安心しな。ここでお前らをやる気はない。だったら何しに来やがった？もうすぐ江原の裁判があるだろう。ほら、痴漢のやつ。その時に一つだけ頼みを聞いてほしい。言ってみろよ。楠本玲子の名前は一切出さないこと。別に難しいことじゃないよな。城崎って女弁護士にもそう伝えてくれ。断ると言ったら？別に、こいつは楠本さんからのお願いなんだ。え？息子を人殺しの子にしたくないって親心、そのくらい汲んでやれよ。じゃあな、話せてよかった。なんだよ、まだ帰るには早いんじゃねえか。
そうな。あかね。あかねちゃん。何これ。ペイント弾？大丈夫か？あの野郎。よかった。心配ねえ。要は絵の具ぶっかけられただけだ。そうなの？まんまとおちょくられたな。ああ、俺も判断ミスったよ。相馬がペイント弾で撃ってきたのは運が良かっただけだ。あいつを捕まえるよりこの子たちの安全が先だった。八神さん、二人とも怖い思いさせちゃったな。一つずつやっつけていこうか。海藤さん、全部いっぺんには無理だ。まずは江原の酵素で桑名とその教え子たちに光を当てる。この先公安を敵に回すなら検察も法廷も味方につけなきゃな。文句なしの真実を突きつけてさ。おお、じゃあそっちはお前の専門だ。しっかり仕事してこいや、ターボ。頼んだよ、八神さん。何？ちょっとやだ、超イケメンじゃない？うっそ、マジで？急に目の色変えやがって。なんだそりゃ。まあいいじゃん。ちょ、RK か。いつも数だけは揃えてきやがる。僕らを桑名さんとこに行かせたくないってこと？こっちの動きはお見通しってわけだ。もう人目があってもお構いなしって感じだな。何あそこ、ちょっとヤバくない？警察呼ぶ？海藤さん、あんま時間ないんだ。いつもより巻きで頼むよ。おい、急いでんだとよ。ぼさっと突っ立ってねえで来いや。そこの4人、動くな。肝心な時いないで、面倒な時に来るんだよな。あいつらも公安の差し金か。さあね、どの道構ってる暇はないんだけど。おい、大丈夫だ。そいつらは俺が知ってる。鍋さん。こっちは三越場の件で江原を調べられることになったぜ。お前らこんなとこで何やってんだ？桑名がまずいことになってんです。警察にも応援頼めますか？まずいってなんだよ。下がっててください。こいつらは我々で取り調べます。それは後で。人が殺されるかもしれないんだ。黙れ。なあ、こいつらの身元は分かってんだ。ここは俺が保証するから。お、何すんだ。そっちこそ邪魔をするな。お前、所属と名前は？こっちはあんたよりずっと上の指示で動いてんだ。いいから引っ込んだろ。刑事が警官にわっぱかけられたらもう終わりだぞ。誰の指示がありゃ刑事殴れるんだ。なんか妙な雲行きじゃねえか。全員手を挙げて車の方向け。早くしろ。あれ、八神さんじゃん。こんなとこで何やってんの？まっつん、あかね。おい、どれだ。ちょっとな、
警察が友達のスマホを奪おうとしてます。これって許されるんでしょうか。ナイス杉浦、車だ。オッケー、やめろ。誰か、おまわりさんが触ってくる。やるじゃねえか、あいつら。行くよ。おい、おっと。テッソ。RK と警官以外は味方みてえだな。ああ。よし、クアナんとこに急いでくれ。了解、分かってますって。ああ、やっぱ全然変わってないんだね。相変わらず汚い。ふっ、何でも小綺麗にすりゃいいってもんじゃねえ。おっしゃる通りで、これは味というものですな。酒とつまみ？うん、そこのコンビニで済ませてきちゃったんだけど。じゃあタボ、寿司でも取ってやりゃ、少しは気前のいいとこ見せねえと。何言ってんの、そんなの心得てますって。よう、寿司の到着だぜ。特上5人前だ。感情は八神につけといたからな。なるなるほど、こりゃおみそれしました。ああ、おい、なんだこりゃ、アボカドが乗ってるじゃねえか。どこの寿司屋で買ってきたんだ。まあ兄貴がそれ食わなきゃいい話じゃないですか。俺はアボカドをいける口なんだ。じゃあ代わりにウニとイクラを差し出せ。僕は卵焼きさえあれば大丈夫ですぞ。か